皆さんこんにちは。人気お笑いタレントでおなじみの山田花子さん。山田花子急性と言われる真実、頭蓋骨を骨折するほどの大怪我について紹介します。まずは山田花子さんの経歴とプロフィールから紹介します。山田花子さんは1975年3月10日生まれ、大阪府出身のお笑い芸人です。1988年に吉本興業に入所し、大阪の毎日放送4時ですよーだに素人として出演したことがきっかけで、中学校在学中からタレント活動を開始しました。その後ダウンタウンのごっつええ感じに吉田浩の後任としてレギュラーに抜擢されましたが、高校卒業後一時はプロレスラーを目指して JWP 女子プロレスの練習生となりました。しかし受け身ができず、練習中に頭蓋骨を骨折する重傷を負い断念しました。お笑いの世界へ戻ると吉本新喜劇で人気を得ました。ずんぐりとしたユーモラスな外見とカモン汗ばむわなどのセクシー口調のギャグが定番です。2002年に公開された劇場版ポケットモンスターピカピカ星空キャンプでは、当時の事務所仲間であるどんどこどん雨上がり決死隊とポケモン5を結成し、主題歌あの丘を目指してを担当しました。2003年に公開された踊るポケモン秘密基地ではナレーションを担当しました。2007年8月7日から8月13日までの1週間 NGK での吉本新喜劇定期公演に約10年ぶりに出演しました。これは自らが慕う吉本新喜劇の先輩道安江が特別に座長公演を行うことと関係があるようです。2006年に公演された明石家さんまプロデュース、今回もコントだけに中村玉緒とゲスト出演し、明石家さんまファミリーに入ることになりました。これにより2008年2010年に上演された舞台にも参加しました。またこれをきっかけに毎日放送で長年にわたって放送中の痛快明石家電視台のレギュラーの座にも加わりました。2010年5月6日かねてより交際していたトランペット講師の福島正則さんと同年5月3日に結婚したことを発表し、同年5月24日放送のへへへミュージックチャンプで初めてその顔写真を公開しました。さらに同年6月29日の踊るさんま御殿 SP で夫婦共演を果たしました。2010年5月にトランペット奏者福島正則氏と結婚し、2012年6月に第一子男児を、2016年5月に第二子男児を出産しました。山田花子さんといえばテレビで見ることがめっきり減ってしまいましたよね。そんな山田花子さんが現在亡くなったと噂されていますので、その真相について調べてみました。山田花子さんについて検索すると、現在亡くなったというキーワードが出てきます。おそらく管理人を含めた多くの方がお笑いタレントの山田花子さんが亡くなったと思ってしまったかもしれません。お笑いタレントの山田花子さんは2024年現在もピンピンしていますので、亡くなった説はデマになります。しかし同姓同名で漫画家の山田花子さんは24歳の時に自ら命を絶ってしまいました。したがって別人の山田花子さんが亡くなっていたのは事実だったわけです。ちなみに漫画家の山田花子さんはこちらです。どうしてこんなに可愛らしい方が自ら命を絶ってしまったのでしょうか。さすがに理由まではわかりませんでしたが、小さい頃からいじめを受けていたそうです。そしていじめられた経験を漫画にしたことで人気が出たそうです。真相はわかりませんが、一問関係で悩みがあったのかもしれませんね。山田花子さんは1980年から1990年前半まで活躍されました。しかし1992年に統合失調症と診断されて、退院の翌日に自ら命を絶ったそうです。やはり精神的なストレスを抱えていたことは間違いなかったのでしょうね。漫画家の山田花子さんのご冥福をお祈りいたします。今度はお笑いタレントの山田花子さんの現在の動向について見てみましょう。山田花子さんの2024年現在は2児の母親になっています。2010年に福島正則さんと結婚して、2012年に長男、2016年に次男が誕生しました。山田花子さんは自身のツイッターで、
子育てに関する投稿もしているようです。また山田花子さんの現在は大阪を拠点にして活動しています。以前までは東京で活動していましたが、山田花子さんは次のような考えを持っていました。慣れ親しんだ地元の大阪で子育てをしたい。そこで2016年から活動拠点を大阪に移して吉本新劇場に復帰したと言われています。山田花子さんをテレビで見る機会がめっきり減ってしまったのは吉本新劇場を中心に活動しているからだったわけです。そう考えるとテレビで見る機会が少ないだけで、お笑いタレントとしてはまだまだ健在のようですね。山田花子さんの旦那はトランペット演奏者とのことですが、嫁の山田花子さんとのスキンシップでお金がもらえることが話題となっています。その他、浮気をしていたり子育てをしないなど、いろんな衝撃事実が出てきています。山田花子さんの旦那福島正則さんは現在安定した収入はないようで、山田花子さんのお金で生活しているそうです。福島正則さんは女好きでキャバクラ好きなため、女遊びの費用まで山田花子さんに出してもらっているようです。福島正則さんはお金に対する執着はあるようですが、自身が一生懸命働くことは嫌なそうです。山田花子さんが奇数回1000円、好意は1回10万円、10時以降の何気ない会話は5000円と話していました。子供が生まれた時は当然多くの人が出産祝いを渡しましたが、その時に福島正則さんは今度エッチをする時の資金にできますわと話しています。山田花子さんもこの料金システムに納得しているのは驚きです。山田花子さんと福島正則さんはトランペット教室で出会いました。山田花子さんはテレビ番組山田花子がトランペットに挑戦というバラエティ企画に出演をした際、トランペット教室の講師だったのが福島正則さんだったようです。その時に山田花子さんは福島正則さんに一目惚れをしたようで、福島正則さんのことをストライクゾーンど真ん中とコメントしていました。山田花子さんは2年間ほどラブレターを送り続けて猛アプローチ、そして福島正則さんが猛アプローチに負けて2人は2008年交際をスタートしました。山田花子さんは福島正則さんのことばかり考えて新喜劇に支障をきたしたと芸人仲間に暴露されたことがあります。2年間の交際期間を経て2010年に結婚しました。2012年6月には第一子の長男ゆうとくん、2016年5月には第二子の次男斉藤くんが誕生。かなり熱々ですね。テレビ番組で福島正則さんが離婚を考えて女友達に相談していたと山田花子さんは話していました。山田花子さんが福島正則さんに詰め寄ったら向上心がないからと言われたそうです。福島正則さんの方が向上心がないように思いますが、10年以上も前、山田花子さんは新喜劇を退団し大阪のプロレスに入門しました。しかし小柄なことと基本的な体力がなかった目に、練習中に頭を強打し頭蓋骨骨折をしてしまったのです。お笑い芸人の山田花子さんが2023年12月6日自身のブログを更新しました。夫でトランペット奏者の福島正則氏と長男次男が食卓を囲む仲睦まじい親子さんショットを公開しました。花子さんは今日の晩ご飯はメニューで揉めました、お兄ちゃんは唐揚げ、次男はお鍋うどん、話し合いをして唐揚げは後日するということでお兄ちゃんが譲ってくれましたとほっこりする息子たちのエピソードを紹介しました。珍しくパパも食べましたと、この日は家族揃っての夕食になったそうです。親子3人で鍋を囲む自宅での様子を写真とともに明かしました。この投稿に対し、パパさん久しぶりにブログに登場ですね、家族揃っての晩ご飯平和で幸せが溢れていますね、お兄ちゃんだんだんパパに似てきたみたいです、パパさんの子供たちの食べる様子を見る目が優しいですね、お兄ちゃんの背中大きい頼もしいですねと様々なコメントが寄せられています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。